一号艇沖津愛選手です輸出おめでとうございますはいありがとうございますさあ準優勝戦はインからしっかり逃げての一着輸出となりました改めてここまでの船足の仕上がりについて教えていただけますかそうですねエンジンを考えれば十分出せると思いますはいえ具体的に伸びの評価出足回り足の評価いかがでしょうか、まあ、伸びは本当人並みですね余裕はないですね、はい、ただ単、ま、回、あ、り関係はもうまあこれだけあればっていうぐらいは仕上がっていると思います はい、さあ、雪貫中の乗り心地に関してはいかがでしょう。まあ、風向きによって乗りづらいですね。はい、今日の準優勝戦に関してはいかがでしたでしょう。まあ、乗りにくかったですね。まあ、ちょっと一着走ってても。はい。うん、こけそうになる感じですね。そうなんですね。さあ、明日も優勝戦に向けての作業なんですが、何かイメージはありますか。そうですね。一号になると思ってなかったのでね。はい。もう気合だけですね。もう作業的には。 もうエンジンはこれ以上出ることはないと思うんで、はい、はい、あとはもうスタートだけですね。はい、はい、さあそのスタートなんですが、はい、今節インコースからのスタートの見え方はいかがでしょうか。うん、まあ今日はちょっと届いてなかったですけれども、はい、まあ風向き変わったということで、まあサード関西は捕まえてると思うんですけど、はい。 はい興津選手、今年8度目、そして前節のナルトからの2場所連続優勝を目指す戦いとなっているんですが、はい、改めてここまでご自身の緊張のリズム振り返ってみていかがですかまあ正直、お腹かいっぱいいたんですけど、ね、そうなんです、ね、もう <laughs>、はい、デザートとしてデザートとして最後今年締める、はい、まあねちゃんと料理を耐え上げるという意味で <laughs>、はい、しっかり買っていきたいですね、大村さん、何回も優勝を乗らせてもらっているんですけど、はい 1一号艇初めてじゃないかな、はい、っていう感じなんで、はい、もう正直来年も大村優勝するっていうのは目標にしてたんで、はい、もうここで,ここで決めたいと思いますはいわかりましたそれでは最後にファンの方に向けてもう一言お願いいたします、はい、絶対優勝して帰ると思いますお願いしてください